大冒険は、花はじめとクレイジーキャッツ結成10周年を記念して、東宝と渡辺プロダクションの提携により1965年に制作、公開した日本映画である。同時上映は、喜劇駅前大学。当時流行していたスパイ映画を題材に、クレイジー映画として、初めて、つぶらやエイの特撮を取り入れた冒険活劇である。屋外ロケーションで、 ワイヤーアクションを多用しており、主演の植木等は、アクションシーンのほとんどを、スタントなしで演じている。また、特技監督を、つぶらや英イが担当して、ミニチュア特撮が用いられているのも特徴。劇中の落馬は本当に起きたアクシデントで、植木は、打撲を追うが精密検査で異常なしとの結果であった。終盤の大島ロケでも右足に打ち傷を負うなど、体を張った演技を行っている。 プロデューサーの藤本雅美は自身が目標に掲げるスタンリー・クレーマーのおかしなおかしなおかしな世界を参考にしたという。偽札をめぐる展開は藤本が富士フィルムを見学した際に見た当時最新鋭の電子副写機から発送したものである。脚本は前半を笠原良造、後半を田波康夫が担当しており、谷家が突然 神戸の町に登場したり、前半では上司の花はじめに服従し、小松利しあお新車刑事だった犬塚博氏が新幹線車内では一転して、花はじめを露骨に馬鹿にする言動をするなど、整合性の取れていない点が散見される。もともとは笠原が担当していたが、新藤兼人による原案が、笠原の意に沿うものではなかったため、 筆が進まず、弟子の田波が急遽参加するに至った。さらに監督の古沢健吾と評論家の中原、弓彦が脚本の修正を行ったが、前後の祖母を修正することに時間がかかり、本来予定していたギャグ部分の監修はほとんど行えなかったという。撮影は当初の予定より1月ほど遅れての開始となった。このため、谷啓は主演舞台と重なって当初より、 出番が少なくなり、腰地吹雪も大阪リサイタルの前後に撮影を振り分けての参加となった。世界中で専門家でも見分けがつかないほど成功に作られた偽札が発見される。そしてついに日本でも偽一万円札が発見される。国際的な陰謀団の存在が囁かれる中、警視庁は内閣の依頼で秘密裏に捜査を開始する。一方、 都内のとあるアパートに住む元体操選手の雑誌記者の植松裕人は片思いの隣人エツ子と結婚するためエツ子の兄で元サントリー社員のアマチュア発明家のケイスケにオール天然食副社器を作らせ特許を取って社長になろうとしていたしかしその副社器のテスト中にエツ子のボーイフレンドである石崎からもらった一万円札が偽札であることを発見する松は 早速に警察の記事を書くが、その時警察は植松を指名手配していた。しかも石崎に有志をしていた森垣金融を配下に入れる謎の組織も植松の命を狙い始め、三つどもえの大闘争劇が始まった。映画クレジット順メを出演者神戸のメリケンホテルとして使われ、ラストの結婚式で中庭が使われた赤坂プリンスホテル劇中で、 植松が訪れた犬山城2001年4月21日、東方ビデオから本作を収録した DVD が発売された。この DVD は4年後の2005年9月30日にディスクラベルとケースのデザインを変更した上で再発売されたが、両バージョンともに映像の不具合が生じていたため、不具合ディスクの購入者に対しては修正版ディスクに無償交換することで対応した。 2012年、デアゴスティーニジャパンから本作を収録した、東方特撮映画 DVD コレクション65号が発売された。2014年1月28日、講談社から本作を収録した、東方昭和の爆笑喜劇 DVD マガジンボリューム22が発売された。ありがとうございます。